何も知らない親族が、演座の対象とされたり、勝手に借罪を作って、その返済を親族に求められたりなどの事態に、合わないように失踪した者の目上の親族が申請を出すことが許されていた。また、いとこのような同格とみなされた親族からの給りは、偽絶という形で認められていた。反対に妻や子、孫など目下とされていた親族が届け出をすることは、 安永三年以後、逆利として、罪に問われるようになった。また、武士のキュウリには、主君の許可が必要とされ、身分の高い武士のキュウリは認められなかった。キュウリの申請はキュウリ願いを、所定の手続きによって、所管の奉行所、大官所に出して、帳付けを受けて、任別改め帳からその名前を外してもらう必要があった。その法的効果は、実際に、 キュウリ願いに名前を連ねた親族に対してのみ、有効であった。また、一度キュウリが認められた場合でも失踪したものが、帰還して構成したと認められる場合には、とばり障害を出すことで取り消すこともできた。なお、キュウリ願いの出されないキュウリは、内省キュウリと呼ばれて、法的効果はなかった。また、感動も、水質キュウリと呼ばれて、キュウリの措置が取られる場合もあったが、 法外年上は、両者は異なるものとされていた。失踪に伴うキュウリに限定する場合には、欠落キュウリとも称された。明治4年の古籍法制定によって、キュウリの制度は廃止された。ありがとうございます。